ACS320 で済ましますそういえばオリーセバイエルンでヒアウィーゴー出ましたね。どうすかヨップ。いやまあ第一優先がセンターバックのはずだから、うん、はいはいはい、まあ、ここはもう仕方がない。まあ仕方ないよね。でもあなた合格って言ってたじゃないですか。内定出したのに。内定出したのに。バイエルからはもう内定出てたのか。そっか、優先されたが。それがまあ売り手市場っすよね。でもやっぱ売り手市場は難しいっすねやっぱね。就活事情、まあいいことですけどね、就活生からしたらね。まあね、でも企業からしたら難しい。これはなかなか欲しい人材が。株式会社マンチェスター、ね、最近ねちょっと苦しいんですよ実績がちょっと。とはいえばやっぱりバックスとかなんか DMF とかそっちよな、まずはな。まあでもそっちよ、アタッカーよりも限られた資金なら、うん、ちょっとブランスイートが渋いんじゃないかみたいな。ああ、エバートンがもっと出せみたいな。いそうね、まあそりゃそうですよね。ファーストオファー確か3500万とかで出してたけど、うん、安すぎない7000以上じゃないとみたいな。そう逆に7000でいけんのか。いやでも結構シビー7000ってやばいよ冷静に考えると。大丈夫、ハリーマグアイもそんなぐらいだった。まあ、割とマジでさ、うん、だからとかもあるよね、だからね。ババンギだとか。え、オリーセバイエルなんすか、ちょっと待ってください。なんか今、ホーステインがなんか、そんな報道あるんですか。ホーステインがなんか、何かしらちょっと、ほざいている。ほざいているんですか。さあ、何なんでしょうね。あ、ほんとだ。いや、ロマーノも言ってますね。うん、結構近いと。どういう内容の。いや、まだそんなか。これロマーノ何時間前、16分前だよね。いや、まだだね。興味が。チェルシーが撤退を決めた。そう、おチェルシーが撤退したら高すぎてなんかちょっとやばいらしいね。だから、ね、チェルシーだからニコちゃんちょっと行くみたいな噂もあるよね。ニコちゃんも高いんじゃないの。っていうかチェルシーって右ウィングいるのって俺もうオリンセの記事見るたびに思ってたんだよね。絶対左じゃねって思ってるんですけど僕は。右よりか確かにマドウェケとかパーマーとかいるし、うん、なるほどね。まあじゃあインジャで撤退したのはオリーセではないよな、うんうん、俺はなんかオリーセにそこまでの金額チェルシーいるんかなと思いながら見てたから、うん、なるほど。オリーセバイエルロマンを持った、まあ、オリーセが結構狙ってる、ね、クラブあるからね。いやでもオリーセは、いやでもちょっと寂しいですね。寂しいね、なんかパレス味が。うん、ただまあいい選手なんで大事にしてあげてください。彼はガチです。若干でも怪我もどうなんだろうな。いや怪我してるイメージですよ。してるイメージだけど結構1個のぶり返してるみたいな。あユナイテッド来ると思ったらよく元気だ、うん、確かに、うん、パレス対ユナイテッドの時にオリセ合格だよって見たやつ。本当やな、合格してたんだけどな。ユナイテッド行きの試験はそうだよね。ただ、うん、別の大学も合格してたから。そういうことか。そういうことよ。いろんな大学合格してたから。滑り止めっちゅうんかい。マジでフルボッコにされてたけどね、あの試合マジで。4-0 FM では320円となります。あらす、今年もパソニアの夏がやってきたぞ。なおオファー額と要求額は倍も乖離している模様ということで。何パソニアって。パリーニャだろ。あ、パリーニャ。パソニアか。そう、また噂になってましたね。どこが。え、バイオルンですよ。またっすか。またです。でも次はいろいろともろもろの手続きもしなくていいんじゃない。いや、パスしてる。過去のデータで。過去のデータで。そうですね、コンパニーさんマジ誰取るんだろうな。コンパニーがバイエルン率いたら誰取るのかってところめっちゃ楽しみよね。普通に気になるもんな。あれコンパニーでも確定してるんだっけ。確定してますもん。確定してるよね。うん。コンパニーバイエルンがどうなるのかマジで興味深いよね。いやでもマジでと結構ああいうタイプあれだと思いますよ。一緒にやってきたやつ引っ張ってくるタイプ。いやマジでそうよ本当に。ただバーニーから引っ張ってこれるやついねえから。いや、だからマジで元シティだね。元シティか。元シティじゃない。ありそうだな。いや、マジでサンビロコンガを取るのはいかがか。いや、あるかもよ。ロコンガはだって朝寝るっぽいしな。バイエルン。バイエルンよ。サンビロコンガが。うん。いや、全然いい。あるかもしんないよ。ギュンドアン。ギュンドアン。ラヒーム。
ギュンドアンもどうでしょう、ソフィー・バイエル行くとちょっと気が引けるんですかね、仮に言ってたら、ドールトとかの気まずい帰ったりするシャビ・シモンズです。シャビ・シモンズはちょっとあれでしょう、コンパに色気づきすぎじゃない色気づいてるでしょ、色気づいてんのそれロッコンが賛美の使い方を見せてほしいよな、マジだな、本物の賛美見せてくれよ俺らに本当に。だってベルギーだろ、同じベルギーのブスケッツは、ベルギーのブスケッツを本当にベルギーのブスケッツにしてくれよマジで。スーザンの302点それになります。試合とは関係ないですけど、コンパニーがバイエルンの監督になりそうですね。あれほんと、あれ100号来てましたよ、マジで。うん、まあでもいいんじゃない、なんか普通にコンパニーってやりたいサッカー叶えるための戦力がプレミアの万里ではなかったみたいなイメージで、まあそうね、バイエルンでは結構できるかもしれないと思いつつも、いいですか、そんでバイエルンであの3年ぐらいやった後にシティ来るっていうペップルーとかね、いやねあるからね。ただバイエルンが本当めちゃくちゃというかね、ね、いいのコンパニー、どんだけ監督困ってたのって、そう、いやありますけどね、うん、普通にバイエルンとしてコンパニーでいいのっていう思いはありますけど、ちょっとね、うん、まずクラブレジェンドともかもっていう、まあいいんじゃないかな、まあどうなるか見てみましょう。